普段乗ってるこのね、ワーゲンのシャランなんですけど、これねタイヤが、これ見てください、わかりますかね、経年劣化でかなりサイドが割れてきてます。危ない。距離はねそんなに走ってないんですけど、まあ、購入してから3万キロぐらい、3万ちょっとぐらいなんですけど、やっぱりね、向こうの現地、まあ、ドイツのタイヤって、まあ、どうしてもね日本の風土に合わないのか、国産の、ね、タイヤに比べたらねこういったあの割れがねすごく早いような気がします。まあ、そういうわけでね、まあ、このままねちょっと乗るのも危険なので、これからタイヤのね交換に行ってきます。交換する場所は、いつもねお世話になってる岡モーターさんです。それでは出発します。岡モーターさん到着しました。じゃあ作業の合間にちょっと中に入って、冷たいコーヒーいただきます。こんにちは。いただきます。ああうまい。はい、またお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ帰ります。はい、バッチリ仕上がってます。岡モーターさんありがとうございました。それでは帰ります。今晩は久々に家族が揃ったので、夕食を食べにお出かけします。はい、今日は何食べに行きますか？不満ですか？イタリアンが良かった。ああ、我が家はね、僕以外あのお肉があんまり好きな家庭じゃありません。それでは乾杯。シーザーサラダとキムチ3種盛り、ね、焼肉屋さんに来てなぜか鶏肉、ようやく牛肉登場。今日の動画はこの辺りで終わりたいと思います。またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。